今久美さんだけ違うチームにしてるんですけど見えますか、ね、どっちでもってなってますよ。なるほど、こうか。ですね、10分ぐらいで終わると1人だけ1人だけじゃあこうね、はい、チームも選べる。へえ、すごいな。ああでこれで準備 OK。 あ、なるほどね。俺が久美さんだけ省いても久美さんがチェックを押さなければ始まんないんだ。なるほど、そういう講義ができるんだ。3対3 3対3考えられちゃうわ。だね。暇な皆さんのために暇な方のように画面共有しておきます。はい、初めてバケツ使う。あ、バケツ、バケツか、いいね。ほら、バケツ、バケツなんてあるの。バケツあるよ、これ。あんまり得点稼げてないですね、使い方が悪いのかな。バケツはもしかして使い方によってはバケるかもしれないよ。どうでした。もうごめん、反応できなくなっちゃった。採点すら採点すらないっていうね。いやいやいや、スタートダッシュしたまあまあだと思うじゃな。なるほどね。あ、倒した。ウォームアップね。こういうこと、どうやって倒すんだ。なんだこりゃ、何でしょ。やばい、いやー逃げらんねえか。これ強いのかな。多分でもこのバケツ食らったら一撃でしょうね、これは。射程短い分威力はないと。ちょっと威力がないとやってらんないもんね、これ。やってらんないよね。ショットガン的な感じか。あー、なるほどね。そういう感じか。そこに人発見。いたいた、俺から強いかもしれない。強いかもしれないですね。あ、強い。あ、やれるね、これ。おぉ。これ時間強いですね。クイックボムだ。あ、やべ。クイックボムだ。トルネードなんだ。トルネードでクイックボム。へぇー。うざってな。はいはいはい、はい、神さん。逃げろ。楽しそう。何だか分かんないじゃん。バケツ面白いよ、多分。やっぱ新しい武器だと新鮮味があって楽しいんじゃない。そうだね、うん、うわうわうわ、ダイナモだ、あの威力は。うわ、やられた。え、ちょっと青チームしっかりしてよ。あ、バシャン。ほら強いかもしんないよ。これ強いかもしんないね、これね。うん、もうトルネード打つところがないもん。ちょっと動いてません。バケツ強いかもしんない。ちょっとアクしっかりしてよ。いけ。これでいいのか。使い方厳しいです。厳しい。やばいやばいやばい。ちょっとこスーパーセンサー発動された。オレンジチームは自陣を一切塗ってません。悪い人や。これは難しいかな。これ多分ね、あれですね、リスナーさんで入ってくれてるムロさんが強いんじゃないかな。あ、いた。これ武器が悪いわ。アク、何ガトリング使ってたっけ。いや、自分はあれダイナモです。あ、ダイナモか。たまれば気持ちいいんだけどね、ダイナモ。やばい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 、やばい、やられた。うわ、やばいやばい。900か、結構いったな。すげえ。人が少ないからだもんね。あ、そういうこと。あ、そっか、それはあるかもしれないですね。そしてプライベートマッチなので回線が重くない。うん、あ、いいか、あ、いいかない。本当にまだ当分かかります、これは。いい感じ。しばらく当ててください。難しい武器だな。来た。ガトリングいかつ。ガトリングいかついね。うん。喜んでてもなんか振り回されてるね。ガトリングっていうのも新しいの？スピナーっていうね、ガトリングの武器が出てる。あ、これ追加された武器なのか。そう、あ、アキラが使ってるやつ、そう、スピナー。ああ、そうなの。うん。強そう。うん、なんかね、発射までにね、ちょっとブルル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 ダダダダダっていう感じ。そうなんだ。今ので分かった。ガトリングっぽかったか。今分かった。そっか、分かってくれたならこっちも本望です。どんどんやっててください。はい、残り時間増えてます。減らない。バケツ第2試合、こっちのチーム全員、うわ、全員ガトリングだ。うわ、えぐいね。すげえな。ガトリングバヤリ。
いやー、俺はてっきりその、ほら、レベルアンロックさせてたのかなと思って。あ、そういうことね。そう、なんか新しい武器あるかなって今日見ててさ。で、このデカライン。あ、解禁されたんだなと思ったら違ったの。なるほどね。このマップあれです。あの、なんか工事してちょっと形変わりました。へぇー。デカライン硬化した。なんかちょっと広くなりました。工事して更新したと。わかんない。こう、そうですね。うん。更新して更新。はい。以上。ツッコミ不足ツッコミそれなんか知らないけどねだんだん慣れてくるはずがだんだん扱いづらくなってきてるっていう暑いからじゃない暑いからそうだね、うん、暑さのせいにしようそう暑いだけに厚かましいみたいなねなるほどね集まってくれてありがとう集まってくれてありがとうは一切関係ないそう圧がかかってくるすげえなアキラってすごいんだな何がいや多分ね同じこと言えって言ったら言えないと思うあそうなのそう頭の回転とあと羞恥心が僕にはあるから羞恥心あ私も羞恥心ありますよなるほどガトリングチーム怖いなおっとやられてどうしよう撃つのは一回ためなあかんっていうのがなんかちょっとわっせーやられたやばいインクがないクミか逃げんそうなんでね、撃つ前に溜めなきゃいけないっていう、それはあれですか、レートどうですか、レートはいいか、レートは早いと思うよ、ドド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 ドっていうか、あの、なんていうの、1回のリロードでどれくらい撃てるか的なのは多い、これ多いのかな、でもそんなに多くないかもしれないけど、そうなんだ、溜める時間、難しい、微妙だなと思うよ、慣れれば強いかもしれないけど、だね、きっと威力は高いはずだもんね、威力は高いはず。威力と射程がすごいえげつないんだろうな。うん、だから後方支援がいいんじゃないかな。なるほどね、1.5 列目的なね。そう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 。バケツ楽しい。いいね。ちょっと使ってみようかな。面白いよ、なんかあの、いたずら坊主心がくすぐられる、これは。ははペンキだってこんな量巻きたいもん。ははストレス発散になる、これは。まあ確かにな、ストレス発散でいいかもしれないね。いやおっとこういった水風船いっぱい出てくるよっしゃいやこれでも厳しいな狙いも結構いいよこれやばいバレてるやばい逃げるトルネード撃つ撃ったほらバケツ働いてるよ。うん。絶好調。赤の勝ち。ピンクか。紫でしょ。ピンクの勝ち。あ、紫か。ほら。おお、すげえ。バケツいいかも。くる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 回してるの腹立たしいね。バスケットボールみたい。いいかな。パブロなんとかってやつ持ってきました。ヒューだね。パブロヒュー。そうそうそう。パブロヒューってなんか今日ね、なんか武器屋行ったらなんか、なんか出てきた。バリアのパブロかな。病気。バリアのパブロ。うん、ああ、バリア。そんなもの。クミさんとアキラスタート。あ、ごめんなさいね。クミさんスタート。あ、武器変えてるんだ。あ、武器変えてるのか。ああ、なるほど。武器変えられるの便利だな、ここで。いや、ここで武器変えられるのは素晴らしいよね。これで経験値さえ。経験値さえ。それは贅沢すぎる。あ、好きな色。あ、なるほどね。黄色ね。黄色。よし。行くぞー。結構飛ぶんだよな、スピナー。あー、でも飛距離がいい。飛距離いいですね。飛距離があるってことは飛距離ですね。どうですか飛距離があるっていうのよくそんなにコロコロとはいバシ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 やばい、関心はされてみたらね、マイク笑ってこないちょっとバケツにやられてしまいましたすごいよ、でもそんなにね、ダジャレが出てくるありがとう、バケツもなんか楽しそうですねやばい、ちょしれっとさ、そういう危ない、おらなんでだガトリングだから俺のガトリングダイオイカも殺すからくっそダイオイカキラー L
うわ、後ろ取ったのいいなぁ。あら、砂やきましたわ。オムラちょっとね、ショウさんね、俺を狙いすぎやっと頭を見たらなぁ。うわ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 、ガッピングじゃないの今の。ガトリングは飛ぶよ、これ。あの、距離なき戦いを狙ってるの。ショウさんはそうかもしれないけども、ショウさんが負けたとしても、うん、横からか。いや、横からだ。やばいやばい。ガトリング面白い。みんなうまいね。うまいよ。面白いかもしれないよ。面白いね。いや、ちょっとそう。来てる来てる。何あの、じゃあ、その程度今ね、相当写真館だったのね。来たかったなー。スイ狙ってないよ。狙ってないのに当たっちゃう。さんにやられました。狙ってないのに当たっちゃうぐらいガトリングの飛距離がすごい。あ、卑怯やわ、やっぱり。卑怯だね、この飛距離は。そうだ、届いちゃう。届いちゃう。バシ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 、ほら、ソラさん逃げて逃げて、ソラさん、トルネード逃げてって言いながらソラさんやっつける予定が、逃げられた、ほんとに。うわぁ、無理だもんな、これ。あ、トルネードあった、トルネード。うわぁ、トルネード当たった、当たった、当たった。あぶねあぶね、バケツ。うわぁ、バケツやられたよ。あぶね、バケットスラッシュ、スロッシャー、スロッシャー。やばいやばい、上狙われてる。ファイヤー、やばい、逃がさん。ガトリングいいよ、これ。翔さん、これいいな。翔さんエイムうまいから、これ多分ガトリングやったら多分上手じゃないかな。うん、エイムがうまいから。やばいやばいやばい。そうだね、うん、欲しくなった。おら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 これまずい、これまずい、これまずい、これまずい。組みやってた。ショウさん追っかけられてた今。リーダなんか全然なんかしないうちに終わっちゃった感じ。あー、もう嫌だな。よダメ押し。どう。あー、終わった。あー、ピンクかな。ちょっと光ったかな。ガートリングいいっすよ、これ。ガートリング楽しそうだね。ただ、まあ、重そう。楽しかったんだけどね。うん、あ、重そう。重そう、ガートリング。そんな思い出。一人で7です。最悪。そんな思い出。重い思い出。重い思い出。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は登録ボタンをタップして登録をお願いします。この動画の続きが見たいときはタイトルをタップして下にスクロール、再生リストから見ることができます。パソコンからご視聴の方は画面下のボタンから登録をお願いします。赤髪の友が料理や釣りに挑戦する実写動画チャンネルもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。